先月、奈良公園で撮影された映像。カラスがシカに近づき、お尻の毛をむしり始めます。シカは気にしていないのか、カラスをじっと見つめますが、しつこいとばかりにカラスを追い払います。諦めたカラスは離れると、ぴょんぴょんと跳ねながら別のシカのもとへ。同じように毛をむしり始め、今度は逃げられてしまいました。次々と鹿の毛をむしるカラス。専門家によると、これは巣作りのため、鹿のお尻の柔らかい毛を集めているといいます。一方、こんな行動を見せることも。鹿の毛をむしると地面に置き、体をかいた後、抜いた毛をお尻の下に戻しました。撮影されたのは一昨年5月。専門家によると巣作りの時期は過ぎているようですが、お尻の白い毛って目につくわけですよね、ガラスに。その毛を、抜くという衝動は巣作りが進んでもあると思うんですね。遊びの要素というか、持て余している一つの行動の表れ、なんじゃないかなと。抜いた毛を鹿のお尻に戻すというところが非常に奇妙なんですけれど、面白いところなんですね。都会に住むカラスはこうした暇つぶしの行動を取ることが多いということです。